ウェザーニュースでは2023年の第9回桜開花予想を発表しました。東北では記録的な速さで桜前線が北上していて、来週には青森、弘前公園などの東北北部の名所でも満開になる予想です。北海道の開花も早くなる見込みです。西日本から東日本の各地ではすでに見頃のピークを超えたところが多くなってきました。早くも東北南部などで見頃となっています。気象台の観測では4日火曜日までに岩手、秋田、以南の44の気象台からすでにソメイヨシノの開花発表がありました。あとは青森と北海道の鑑賞を残すのみです。全国的に開花、満開ともに平年より早くなっていますが、北日本は特に記録的な早さとなっています。盛岡では過去最も早かった開花日の記録を6日も更新する早さで、3日月曜日に開花が観測されました。北海道でも来週には桜前線が上陸し、札幌などゴールデンウィーク前に見頃になるところも多くなりそうです。お花見に行きたいと思っている方は、開花状況と天気予報を見てタイミングを逃さないようにしましょう。全国およそ1100カ所の桜の名所の開花日、満開日の予想はウェザーニュースのアプリからご覧ください。